学校法人加計学園の獣医学部の新設計画をめぐり、文部科学省の前川喜平前事務次官が、学園理事で当時内閣官房参与だった木曽功氏から、去年8月下旬に、早く進めてほしいのでよろしくという趣旨の話があったと明らかにしました。これは前川前事務次官が昨日、代理人の弁護士を通じて報道各社に書面で公表したものです。この書面によりますと、去年8月下旬に、木曽氏と事務次官室で2人だけで面会した際、獣医学部の設置について促されたということです。木曽氏は、加計学園が運営する千葉科学大学の学長も務めていることから、加計学園のことだと受け止めたと説明しています。一方、萩生田光一官房副長官は、安倍総理大臣の友人が理事長を務める学校法人加計学園傘下の大学で名誉客員教授の肩書きを持っていると明らかにしました。これは昨日の参議院農林水産委員会で示したもので、民間人で亡くなってからは報酬は受け取っていないということです。はい、これは千葉科学大学の木曽功さん、現在学長を務めですが、文部科学省の OB で、前川前事務次官の3年先輩にあたる方ということで、昨日朝日新聞が先行してこの木曽功さんのインタビューで実名を出したことによって、加計学園側がいや実名出さないって約束じゃないかということで朝日新聞に抗議して、朝日新聞の広報部はそういうことはないと、反論しているということも今日出ていますけども、それにしましてもこの、木曽功さんがインタビューに答えた中で、この獣医学部問題というのは巨大なる忖度の塊だとインタビューに答えているということなんですけども、元官僚でいらっしゃった佐藤さん、はい、改めて、いや、忖度なしには役人の仕事なんてないんですよ。はい、忖度の塊っていうのは霞が関の常識です。それを普段はですね、気配りとか思いやりっていうんです。それが事件化しそうになると忖度って難しい言葉で変わるんです。それだけのことです。わかります。それで今回面白いのは、前川さんが直接会見やらないでしょ。はい、逮捕を警戒してますね。逮捕、はい、国家公務員法違反、守秘義務違反では逮捕を警戒しているから、弁護士を通じて、すなわち法的なチェックを経てると。そうするとなかなか捕まえにくいんですよ。だからそういうようなところで防衛を始めてますね。ということは、官邸が相当頭に来てると。この感じが、伝わってきてるんですよ、前川さんに。本当に文化放送もその最初の前川さんの会見にはこう当然出席してマイクも立ててますが、それ以降ラジオに出演したりとか、あるいは通信社、そして新聞社のインタビューにも答えてますけども、今回の場合は、前川事務次官、今佐藤さんおっしゃった通り代理人の弁護士を通じてメッセージを、公表したというのは、この話の奥にはやばいものが隠れてるからですね、きっと。佐藤さん、はい、そのやばいものとは何ですか？いや、だから本人に聞かないとよくわかんない。だから、忖度の塊レベルでは済まないような、直接的な何らかの指示とか、それとか請託、こういうものがあるとなると、これはめんどくさいですね。東京地検特捜部のお仕事になってきますから。請託っていうと、前の過去の疑惑事件ですね、はい、ロッキードの時も請託。お願いしますと。お願いします。託しましたよと、はい。明示的なお願いが忖度の枠じゃなくて、あったっていうことになると、これは相当めんどくさくなりますよね。いずれにせよね、これはもう本当に筋の悪い話なんです。だから、何者か知らないけども、この男はとんでもないって言って、前川さんに対する信用失墜行為が起きてるでしょ、はい。もう菅官房長官がかなり人格攻撃してますよね。ええ、それでなんか、子供の貧困や女性の貧困に大変な関心があり、それで歌舞伎町の不思議なところに出入りされてたの。ただその問題について、官邸がなぜ流すことができるのか、その情報。ってことは日常的にこういうの見てるってことでしょ。そうですね。どこが見てるの、警備公安警察ですよ。はあ、しかもね、官房副長官が注意したんでしょ、注意したらこれ信用失墜行為に当たるんだったら、国家公務員法で処分しないといけないですよ。信用失墜行為は処分対象ですからね。その時処分しないっていうのは逆に今度これ官邸にもかかってきますよ。なんで隠したんだと。ということは、他にもいろんなことやってる奴はいるんだけども、政権に対して牙向かなきゃ、いろんなおかしなこと、信用失墜行為に関して隠すと。隠してやると。しかし、気を向いたらばらしてやると。これだったら本当にロシアとあんまり変わんないですよね。
こういう雰囲気ってすごく嫌ですよね。しかも、新聞社の名前はあえてあげませんけども、大変に部数が多い大手町付近の新聞社。そこの記者が、前川さんの会見で、守秘義務違反じゃないですかと。ああ、それじゃあお宅の新聞にはもう答えませんと。新聞記者の仕事ってのは守秘義務を違反させて、官僚からいかに真実の情報を取るってことでしょ。そうすると、その大新聞はなんか、ソ連共産党中央委員会機関紙のプラウダみたいな感じですよね。そういえば、どっかの総理大臣が憲法改正について、何とか新聞を読んでくださいとかいうような話もありましたよね。おかしくなったんですよ、この国の。そこが抜け始めてるんです。メディアも権力もおかしくなってる。そこで、今回、加計学院の原因となるあの文書ね。ああいう文書がどういうふうにしてできるのか。これは元国官僚だった私から初公開の情報なんですけどね、はいはい、通常役所、例えば外務省の場合はああいう回覧文書は報告卿なんて言うんです。役所によって名前違いますけどね、それには表紙がついてるんです、右側に内線番号と日付と起案者を書く、そして真ん中に主管課の主管局、例えばロシアだったら欧州局、それで審議官、参事官、ロシア課長、出席事務官と半コース、そして回覧先で官房長とか、外務審議官とか次官とか、こういうところを全部書いておいて、回覧したとは読みましたと言って記しつけるわけですよ、チェックを、はいはい、まあまさに回覧版と同じですよね、はい、で局長以上は大体外務省の場合顔ですけどね、半コじゃなくて、はい、でそういうふうにして普通は1枚しか作んないんです、それでそれを保存しますから誰が見たか明らかなんです、ところが今回ね、こういうものを作らないっていうのはやばい時なんですよ、やばい時誰が見たっていうことを分かると当事者になっちゃうから、かといってやばい話だから伝えないといけないと、そうすると決済のチェックインはつけないわけですよ、だから何人もの人に巻かないといけないでしょ、たくさんコピーを作るんですとなると必ず外に流出するんですよ、それだから名前も日付も書かないで怪文書を作ると、こういった時には不正なことをやってるなっていう認識をそれを作ってる官僚を持ってる時なんですね、ですからあの文書の形式見るだけで、あ、これは相当やばいことしてるって話だと、これはわかります、回覧できないからいっぱいするわけですよね。そうです、そうです。取るわけですよね。その分だけのちゃんと何百部か入りませんけども。だから数十部取るでしょうね。そしたら抜けるんですよ。回覧で一部だけだと抜けた場合でもね、ここで抜けたっていうのは分かるわけですよ。こいつとこいつとこいつのとこしか行ってないからと。それその時にコピー取った時に決裁欄でどこまでついてるかで分かるでしょう。だからそういうことをしないっていうのは相当変な時ですよね、でも前川さんって今年1月まで文部科学省の事務次官まで行った事務方トップが共有した私も見ましたよってことははっきり言ってるわけですよね、はい、そうです、それだから前川さんに関しても、今度は逆に築地の方の新聞社はこんな立派な人はいないみたいな話ですよ ね、 なってますね、これも間違えてますって、だから根性があるんだったら現役の時にやんないといけないっていうのはその通りなんです、それで今回やってるのも世のため人のためっていう動機と、俺よとあの話ばらされちまったからもう失うものねえなと、こういうのとか混在してますよね、ただパクられたくはないと、だからそういったところにってなんかね、あんまり品のいい人じゃないですよ、でもね品がいいか悪いかじゃなくて、何が事実だったかが国民にとっては重要なんですね、佐藤さん、そのコピーですよね、怪文書コピーですよね、はい、何十部か分かりませんよ、他からまだ出てこないんですよね、これから出てくると思います、出てきますかね、はい、だから出てくるということは、この政権が危ない、というふうになった場合には次の政権の足がかりを考えると、この政権を壊すのに貢献したっていうのがプラスになりますよね、そう官僚サイドに立ってるんですね、そうです、それだからボロボロと文書が出てくるようになるっていうのはこの政権が危なくなった時です、ということは今出てこないっていうのはまだ持つだろうとみんな思ってるからですよ、はあ、ちゃんと今風読んでる、はい、それで今回の前川さんに関しては個人的な動機が大きいです、大恥をかかしてくれたなと、もう俺はこれで人生半ば終わりだと、ならばもう失うものねえからやってやると、って言って覚悟してやったんだけども、待てよと、逮捕は怖いと、それじゃあ弁護士を通じようと、こんな感じですね、これ最終的にはちょっと森友とはちょっとこう、質が違く見えるんですけども、質違いますよ、かなりやっぱり問題は深いですし、
ほんと不思議な話なんですよね。これ今霞が関の各官僚、それも高級官僚と言われている人はその風を読み始めたと言ってもいいんですか。じゃあ、いや、まだそこまで言ってません。そこまで言ってないですか。はい、めんどくさいから触らないとこと思ってます。ああ、火の粉を振りかかんない。はい、ただし不満分子はすでにいるわけですよね。そういった連中が朝日新聞に匿名で話してるわけです。はははは。そしたら今度官邸は他の新聞社を使ってね、あの匿名のやつ誰か探せって言ってるわけですよ。はい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 。そしたら、はい、わかりました、ワンとか言ってる奴らがいるわけですよ。そしたら朝日新聞は、もっともっと前川さんを守んないといけないと。だから、だん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 話がずれていくわけですね。だから、いつの間にか子供の貧困と女性の貧困の研究家で、立派なことをしておられたみたいな雰囲気になってくるわけですよ。これだから、朝日新聞の中が相当イカれてるっていうことですよ。そして対抗してやっている、その、読売新聞も、やっぱりイカれてるんですよ。だから両方とも変なことしてるわけです。ただここで重要なのは、変な人であることは間違いないと私は前川さん思う。それ特に時間になってからじゃなくて審議官で先があるときにああいう場所に行くって考えられない。外務省のドスケベ官僚だってね、出世との絡みがあるからいかがわしいところには出入りしないですよ。現役になってお触りとか出入りしてるのは私知ってるだけではね、今の上月中路大使ぐらいでね、それもいないんですよ。だからそういった感じからすると本当わけがないですよね。で、不思議な感じ。今発売中の週刊新潮で、はい、まあ、その中でその安倍一強の中でまあライバルと言われていて、その中で石破茂さんが、はい、あ、なるほどなと思ったんですけど、ちょっと距離を置いていて、まあ、いろんなことを言われている中で、ものを矮小化、事件を矮小化する、事件というか、こう、出来事を矮小化するんじゃなくて、泥仕合になることだけは避けた方がいいですね、っていうふうに淡々と語っているインタビューが、週刊新潮出てますけど、はい、うん。あのね、石破さんっていう人は、実はね、宗教的なバックグラウンドのある人なんだ。うん、同志社大学を創設した新島町の一番弟子だった金森通理の孫だから。うん。それ本人も、私と同じ日本キリスト教団のクリスチャンで、意外と知られてないんだけど、はい、それ、プラモデルの趣味の方だけ有名なんですけどね、うん、ある種のこの種の事柄に関しては、うん、彼は非常に倫理的に潔癖なとこがあるんですよ、うん。あともう一つね、所属してた組織を、砂かけるようなやり方っていう、こういうのも好きじゃないと。うん、だから、泥仕合になるっていうことは、両方の意味で良くないと思ってるんでしょうね、うん。こういったとこっていうのは、あんまり政局のバランスよりも、その人の価値観が出る話ですね。もう見ましたよってことははっきり言ってるわけですよね、はい、そうです、うん、それだから前川さんに関しても、うん、今度は逆に築地の方の新聞社はこんな立派な人はいないみたいな話ですよ ね、 なってますね。これも間違えてますって。だから根性があるんだったら現役の時にやんないといけないっていうのはその通りなんです、うん。それで今回やってるのも世のため人のためっていう動機と、うん、俺よとあの話ばらされちまったからもう失うものねえなと、うん、こういうのとか混在してますよね、うん。ただパクられたくはないと、うん、だからそういったところにってなんかね、うん、あんまり品のいい人じゃないですよ、うん。でもね、品がいいか悪いかじゃなくて、うん、何が事実だったかが国民にとっては重要なんですね、うん。佐藤さん、そのコピーですよね、怪文書コピーですよね、はい、何十部か分かりませんよ、他からまた出てこないんですよね。これから出てくると思います。出てきますか、ね。はい、うん。だから出てくるということは、うん、この政権が危ない、うん、というふうになった場合には、次の政権の足がかりを考えると、うん、この政権を壊すのに貢献したっていうのがプラスになりますよね。そう、官僚サイドに立ってるんですね。そうです、そうです。それだから、ボロボロと文書が出てくるようになるっていうのは、この政権が危なくなった時です。ということは、今出てこないっていうのは、まだ持つだろうとみんな思ってるからですよ。はあ、ちゃんと今風読んでる。はい。それで今回の前川さんに関しては個人的な動機が大きいです。大恥をかかしてくれたなと、うん。もう俺はこれで人生半ば終わりだと、うん。ならばもう失うものねえからやってやると、うん。って言って覚悟してやったんだけども、うん、待てよと。逮捕は怖いと、うん。それじゃあ弁護士を通じようと、うん。こんな感じですね。これ最終的にはちょっと森友とはちょっとこう、うん、質が違く見えるんですけども、質違いますよ、うん、かなりやっぱり問題は深いですし、うん、
ほんと不思議な話なんですよね。これ今霞が関の各官僚、それも高級官僚と言われている人はその風を読み始めたと言ってもいいんですか。じゃあ、いや、まだそこまで言ってません。そこまで言ってないですか。はい、めんどくさいから触らないとこと思ってます。ああ、火の粉を振りかかんない。はい、ただし不満分子はすでにいるわけですよね。そういった連中が朝日新聞に匿名で話してるわけです。はははは。そしたら今度官邸は他の新聞社を使ってね、あの匿名のやつ誰か探せって言ってるわけですよ。はい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 。そしたら、はい、わかりました、ワンとか言ってる奴らがいるわけですよ。そしたら朝日新聞は、もっともっと前川さんを守んないといけないと。だから、だん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 話がずれていくわけですね。だから、いつの間にか子供の貧困と女性の貧困の研究家で、立派なことをしておられたみたいな雰囲気になってくるわけですよ。これだから、朝日新聞の中が相当イカれてるっていうことですよ。そして対抗してやっている、その、読売新聞も、やっぱりイカれてるんですよ。だから両方とも変なことしてるわけです。ただここで重要なのは、変な人であることは間違いないと私は前川さん思う。それ特に何の弁護士を通じて、まあ、メッセージを、公表したというというのは、この話の奥にはやばいものが隠れてるからですね、きっと。佐藤さん、はい、そのやばいものとは何ですか。いや、だから本人に聞かないとよくわかんない、だから忖度の塊レベルでは済まないような、直接的な何らかの指示とか、それとか請託、こういうものがあるとなると、これはめんどくさいですね。東京地検特捜部のお仕事になってきますから。請託っていうと、前の過去の疑惑事件ですね、はい、ロッキードの時も請託。お願いしますと。お願いします。託しましたよと。はい、明示的なお願いが忖度の枠じゃなくて、あったっていうことになると、これは相当めんどくさくなりますよね。見づらいですよね。これはもう本当に筋の悪い話なんです。だから、何者か知らないけども、この男はとんでもないって言って、前川さんに対する信用失墜行為が起きてるでしょ、はい。もう菅官房長官がかなり人格攻撃してますよね。ええ。それでなんか、子供の貧困や女性の貧困に大変な関心があり、それで歌舞伎町の不思議なところに出入りされたの。ただその問題について、官邸がなぜ流すことができるのか、その情報。ってことは日常的なこういうの見てるってことでしょ。そうですね。どこが見てるの、警備公安警察ですよ。はあ、しかもね、官房副長官が注意したんでしょ、注意したらこれ信用失墜行為に当たるんだったら、国家公務員法で処分しないといけないですよ。信用失墜行為は処分対象ですからね。その時処分しないっていうのは逆に今度これ官邸にもかかってきますよ。なんで隠したんだと。ということは、他にもいろんなことやってる奴はいるんだけども、政権に対して牙向かなきゃ、いろんなおかしなこと、信用失墜行為に関して隠すと。隠してやると。しかし、牙向いたらバラしてやると。これだったら本当にロシアとあんまり変わんないですよね。こういう雰囲気ってすごく嫌ですよね。しかも、新聞社の名前はあえてあげませんけども、大変に部数が多い大手町付近の新聞社。そこの記者が、前川さんの会見で、守秘義務違反じゃないですかと。ああ、それじゃあお宅の新聞にはもう答えませんと。新聞記者の仕事ってのは守秘義務を違反させて、官僚からいかに真実の情報を取るってことでしょ。そうすると、その大新聞はなんか、ソ連共産党中央委員会機関紙のプラウダみたいな感じですよね。そういえば、どっかの総理大臣が憲法改正について、何とか新聞を読んでくださいとかいうような話もありましたよね。おかしくなってるんですよ、この国の。そこが抜け始めてるんです。メディアも権力もおかしくなってる。そこで、今回、加計学院の原因となるあの文書ね。ああいう文書がどういう風にしてできるのか。これは元国官僚だった私から初公開の情報なんですけどね。はいはい、通常役所、例えば外務省の場合は、ああいう回覧文書は報告卿なんて言うんです。役所によって名前違いますけど、ああいう回覧文書は報告卿なんて言うんです。役所によって名前違いますけどね。それには表紙がついてるんです。右側に内線番号と日付と起案者を書く。そして真ん中に主管課の主管局。例えば、ロシアだったら欧州局。それで、審議官、参事官、ロシア課長、出席事務官と判コース。そして、回覧先で、官房長とか、外務審議官とか、次官とか。こういうところを全部書いておいて、回覧した後は読みましたと言って記しつけるわけですよ。チェックを。はいはい。まあまさに回覧版と同じですよね。はい、で、局長以上は大体外務省の場合、顔ですけどね。ハンコじゃなくて。はい。で、そういうふうにして、普通は1枚しか作んないんです。それでそれを保存しますから、誰が見たか明らかなんです。ところが今回ね、こういうものを作らないっていうのは、やばい時なんですよ。
やばい時誰が見たっていうことを分かると当事者になっちゃうから。かといってやばい話だから伝えないといけないと。そうすると、決済のチェックインはつけないわけですよ。だから、何人もの人に巻かないといけないでしょ、たくさんコピーを作るんです。となると、必ず外に流出するんですよ。それだから、名前も日付も書かないで、怪文書を作ると。こういった時には、不正なことをやってるなっていう認識を、それを作ってる官僚を持ってる時なんですね。ですから、あの文書の形式見るだけで、あ、これは相当やばいことしてるって話だと。これはわかります。回覧できないから、いっぱいするわけですよね。そうです、そうです。取るわけですよね。その分だけのちゃんと何百部か入りませんけども。だから数十部取るでしょうね。そしたら抜けるんですよ。回覧で一部だけだと抜けた場合でもね、ここで抜けたっていうのは分かるわけですよ。こいつとこいつとこいつのとこしか行ってないからと。そしてその時にコピー取った時に決済欄でどこまでついてるかで分かるでしょ。だからそういうことをしないっていうのは相当変な時ですよね。でも前川さんって今年1月まで文部科学省の事務次官まで行った事務方トップが共有した私も見ましたよってことははっきり言ってるわけですよね、はい、そうです、それだから前川さんに関しても、今度は逆に築地の方の新聞社はこんな立派な人はいないみたいな話ですよね。なってますね。これも間違えてますって。だから根性があるんだったら現役の時にやんないといけないっていうのはその通りなんです。それで今回やってるのも、世のため人のためっていう動機と、俺よとあの話ばらされちまったからもう失うものねえなと。こういうのとか混在してますよね。ただパクられたくはないと。だからそういったところにおいてなんかね、あんまり品のいい人じゃないですよ。でもね、品がいいか悪いかじゃなくて、何が事実だったかが国民にとっては重要なんですね。佐藤さん、そのコピーですよね、怪文書コピーですよね、はい、何十部か分かりませんよ、他からまだ出てこないんですよね。これから出てくると思います。出てきますかね、はい、だから出てくるということは、この政権が危ない、というふうになった場合には、次の政権の足